アメリカ合衆国の国章には、イープルリブスウナムの句が書かれている。国字が制定された、当時のモットーの一つである。エプルリブスウナムとは、多数から一つへ、を意味する、ラテン語の聖句で、多数からなる、統一国家であるアメリカ合衆国を表す。オヌイットコプティス、ノーバスオルドーサクロレムと共に、1782年に、 議会により制定されたアメリカ合衆国の国字の図柄の一部として、リボン状の装飾の上に書かれている。法で制定されてはいないものの、イープルリブスーナムは事実上、アメリカ合衆国のモットーであると広く認識されて、きたが、1956年にはアメリカ合衆国議会により法が可決され、インゴトウィートラストが公式標語として採用された。プルリブスナムのモットーは、 1776年にピエール・ユージン・デュ・シュミティエールが国事制定委員会に提案した。その起源はロンドンに拠点を置くユグノー、ピーター・アンソニー・モトーにまで遡ることができる。彼は自分が発行するザ・ジェントルマン・エス・ジャーナルやザ・マンスリー・ミス・レイニーにこの言葉を掲載していた。合衆国独立当時、同盟の人気観光誌ザ・ジェントルマン、 S, S マガジンの迷子の扉にも目立つように掲載されていた。この観光誌は多くの情報源から記事を集めて一冊にまとめた雑誌だった。エプルリブスーヌムの聖句はヘラクレートスの一は万物からなり、万物は一から生ずるのをラテン語訳に類似している。またハーブ入りチーズのマリートムの作り方を読んだし、マリートムにも二択が使われているが、この詩は 伝統的に、ベルギリウスの作とされてきたが、近代以降の研究により、匿名の別人の作と考えられている。ちなみに、マリートムとは、今日のペストゼノベーゼの原型である。この詩の102行目は、カラーエ、イープルリブスニスという、ハーブチーズ、ニンニクなどの多色が混ざって一つになることを描写した、句が使われている。アウグスティヌスは、辞書。 告白第4巻第8章でこの句をもじった、エクスプルリブスウナムという表現を用いて、かつての友人たちとの友情で、多くの魂を一つにしたことを表現している。オヌイット・コプティス・ノーバス・オールド・サクロレムの句は、黒字理面の図柄に組み込まれているが、イープルリブスウナムの句は、チャールズ・トムソンがデザインした印象の表側に、組み込まれている。 表側の図柄は、アメリカ合衆国の国章としても使用され、アメリカ合衆国のパスポートその他の公文書でも見ることができる。またアメリカ合衆国大統領章、副大統領章のほか、アメリカ合衆国議会の上院章、下院章、アメリカ合衆国最高裁判所の各文章にも使われている。エプルリブスーヌムの句は、伝統的に多くの州から一つの国家を生むと広く理解。 されてきた。しかし近年は、メルティングポットのように、多くの民族、人種、宗教、言語、祖先が一つの国家とその国民を形成するという概念を表すと考えられるようになってきた。50セント効貨、1807年エプルリブスウルムが初めて刻印された効貨は、ニュージャージー州の認可のもと、 トマス・ゴーズ・ビート・アルビオン・コックスにより1786年、ニュージャージー州のラーウェイで駐造された。独立以後ラーウェイは、エプルリブス・スーヌムの名が刻まれた効果を作成する、最初の造幣局の本拠地となった。このモットーとニュージャージー州の間には何らの関係も、なかったが、前年にウォルター・モールドが、連邦貨幣の制度を提案して失敗しており、 おそらくその際の鋳型を再利用したものと思われる。ウォルター・モールドはまた、ニュージャージー州により、州の同化を鋳造する認可も得ており、1787年、はじめ、ニュージャージー州、モリスタウンで、効果制作を開始した。マサチューセッツ州、アクスブリッジ出身のセスリード中佐は、エプルリブス・ウヌムノクを合衆国効果に刻印するよう、尽力したと言われている。 セスとジョセフのリード兄弟は1876年3月、マサチューセッツ立法議会の上下両院に同化と議員課の鋳造許可願いを申請し、認可された。アメリカ合衆国の通貨に書かれたエプルリブスウヌムは、ほとんどが大文字である。大無効化の理面など、文字の隙間に関する特殊例もある。ドル効果のように、側面に刻印されている場合もある。 アメリカ合衆国財務省によれば、エプルリブスウヌムのモットーが初めて合衆国硬貨に刻印されたのは1795年のことで、5ドル金貨の裏面にはアメリカ合衆国の国事の主要な要素がデザインされていたという。モットーは1798年に特定の銀貨に刻まれたが、ついで金銀の貴金属を使ったすべての硬貨に刻まれるようになった。 1834年にはモットーがほとんどの金貨で省略され、代わりに硬貨の標準純度が表示されるようになった。1837年には銀貨で省略され、リバイズドミントコードの時代が表示されるようになった。1873年2月12日制定の方で合衆国の硬貨の必要条件が決定された。2007年に作成が始まった。 大統領1ドル硬貨を含め、現在鋳造されている硬貨のすべてに、エプルリブスウヌムの句が刻印されている。大統領硬貨の場合、エプルリブスウヌムのモットーは、インゴットウィートラスト、鋳造年、ミントマークと共に側面に刻印されている。2007年には、フィラデルフィア造幣局の品質管理ミスにより、モットーが、側面に刻印されていない硬貨が流通した。 この効果は現在コレクターズアイテムとなっている。2009年、2010年、2011年のペニー効果の裏面デザインが新しくなり、エプルリブスウヌムの文字がそれまでよりも大きくなった。2011年のクォーター効果も同様である。Wikimedia Commons にはエプルリブスウヌムに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。